超メジャーなクリエイティブの世界からゲームの世界に参入されて早くも2作目マザー2を完成された糸井さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速では映像を見ながらお話しください、はい、ではマザー2ギークの逆襲ということで、はい、前作の続きって感じですかね。そうですね、前作に出てきた敵がまた彼らに仕掛けてくる。ああ、なるほど。これゲームセンターですかね。ゲームセンター昔前のね、全体的にあれですか、じゃあ前作と同じようにアメリカの片田舎で。そうですね、あ、マップ上にこれは敵です、まあ、モンスターが見えて、そうです、有志会戦闘ってやつですね。今回あのストーリーとかシナリオにおけるこのコンセプトとか売りみたいなものってのはどんなところですか。ね、あんまり細かく言いたくないんですけど、要するに面白いものを作ろうと思ったらこうなりましたっていうようなやり方だと思ってください。まあ、ファミコン版と違ってスーパーミコン版だからこそできたこととかそういうこともいっぱいありますか。それはやっぱり絵と音に関しては相当楽だったし面白かったと思います、ね、あとあれですね、今結構絵の描き込みみたいなものとか、はい、あ、こういう風に斜めに動くとこなんかマップ構成面白いですね。そうですね、この街だけちょっと違うパースになってるはずですね。あ、なるほど、いろんな世界観がありますね、アメリカっぽいのだけじゃなくてこれはアラビアっぽい。そうですね、移動しますから自転車で動いてますね、これは乗り物としては。あ、バスもあり、結構リアルに描き込まれ、あ、これいいですね、UFO、UFO というか、まあ、乗り物なんですけどね、ゲロみたいな怪物がいますけど、これはまたいい味出してる。ああ、これはエジプトですか。エジプトのようなところですね。これ右側がユンボですね、ユンボ。なかなか伊藤さん口が固くて具体的なことはなかなかいただけないですが、これ面白いですね、埋蔵金を探してる、探してるっていう、はい、これ、ああ、なるほどね、伊藤さんの思い込みがこうストーリーに入ってきた。そうですね、実際やって面白いことは何でも言えちゃう。ああ、なるほどね、結構じゃあ余裕のある作りっていうか、ね、できてるみたいですね。そうですね、やっぱり自分がやりたいゲームを作るっていうところから出発したものだから、その延長線上ですね、やっぱりね。じゃあ結構今回はなんていうのかな、ゆったり楽に作れたという、そうでもなかったですね、やっぱり何年あってもまだやれるっていう風になっちゃうからね、こういうものって。そこが難しいですよね、どっかで見極めて仕上げないとって、はい、ね、待ってる人いるの忘れちゃいますからね、実はもう何年もかかって作っちゃったわけですからね、お恥ずかしい。本当に楽しみにさせていただきたいと思います、はい、糸井重里さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。兄ちゃんどうなってんの？わかんねえ。兄ちゃんどうしよう？俺たちまた。まずい。まずい。大人も子供もお姉さんも。スーパーファミコンソフトマザー2。ヒロシ、これなんだかわかるか？あ、マザー2だ。どうしたのそれ？今日帰ったらやるんだよ、俺今日。見せてよ。ダメだな。見せてよ。見せてよ。うわやってた。スーパーファミコンソフト、マザー2。すみません。大人も子供も、お姉さんも。で。施さなくに、猿も住んでる。穴があるんだろ。あいつらマザー2の話してるぜ。兄ちゃん、後ろの3人もマザー2のこと言ってる。ゲップにはなっちゃうね。あっちもだよ。兄ちゃん囲まれたみたいだな。スーパーファミコンソフトマザー2、大人も子供もお姉さんも。Help four wonder kids save the planet from hideous destruction. Venture through 8 mysterious levels to gain power and put an end to the interstellar threat. Beware! The ultimate test is the encounter with a powerful Gaius. Nintendo. Can four average kids save the world?
world from an alien invader? With your help, they can in Earthbound for your Super NES. The fate of mankind is being threatened by the evil alien Gygas, but four spunky kids with psychic powers accept this incredible challenge and embark on a journey to save the world. 24 megs power this adventurous game as you travel to 12 different locations and select from more than 40 weapons and 80 items to battle your enemies. Battery backup saves your progress in your quest to destroy Gygas. It's Earthbound for your Super NES. Now get the Earthbound Player's Guide free with your purchase of the Super NES Earthbound Game Pack.